还以为会变得如何？真是的，所以才说贵族。嗯哼，别把我跟那些人相提并论。谢谢你，盖乌斯。那么这么说，你帮了我不少忙。什么？没什么需要道谢的事吧？总之有帮到你就再好不过了。哎呦，还拍手哎！这次的实战测验就到此为止哦。那么现在马上发表这个月实习地吧。哦，要分组了。好，这个月去哪里？来收下吧。我们又要被分到哪一组了？点点点点点。哎，黎恩、亚里沙、艾玛、尤西斯、盖乌斯，哎，再见，马奇亚斯、艾瑞特、劳拉、菲，再见。哎，劳拉和菲，哎，你们要好好相处哦。看来我们又要不战而胜了。看来我们又要不战而胜了。劳拉和菲他们现在关系不好，不能联结。这是我记得布利欧尼亚岛是在帝国的西部边境岛屿吧？我们要去高原呢，应该是位在拉马尔州外海区域以遗迹闻名的岛屿。不过那里有什么东西吗？点点点。诺尔德高原是在帝国东北的尽头吧？是的，鲁雷斯在过去在国境地带的另外一边，是一个古老游牧民族居住的高地而闻名的地方。我记得那里是盖乌斯的故乡吧？呀呀呀！A 组大获全胜，好不好？呀呀呀！A 组已经赢了，谢谢。我们有盖乌斯啊，盖乌斯一个人啊带领我们，我们要赢了。没错，那就是我的故乡。就请 A 组住在高原村落中，我的老家吧。太轻松了，太轻松了，还住在你家哎，请多多指教喽啊！利恩、亚里沙、班长、尤西斯，好好好，请多指教，请多多指教。嘿，出来了，出来了。我これ、升级嘞！学院からの特典だよ。我升级到一二级了。哇哦，继续。ありがとう。ありがとう。30，要赢的笑容。我们要去回家度假了，特别实习日。哇哦。我们要出去实习哦，这一次看来赢得会很轻松哦。しかし驚いたよ。对呀、啊，怎么了？まさかノルド高原が実習地に選ばれるなんてな。对呀、啊，想不到要去这么远，对不对？でも、士官学院を設立したドライケルスタイってゆかりの地でもあるんですよね。想不到要到这么远的地方去哎。ああ、獅子山駅の折。大抵が挙兵した場所だったな。逆に言うと、そのくらいしか知らない場所だけど。别紧张，我们有盖乌斯啊，他是当地人呢，当地人不用怕。ノルドの地については行きの列車で説明しよう。你看看多可靠啊，相当于我们请了一个导游陪我们观光旅游哎，好好的出去玩嘛。とにかく長旅になる。片道8時間以上列車に揺られることになるだろう。单程就要八小时以上，好久。それは大変ですね。要坐八小时的车，可以慢慢讲了，在车上可以慢慢讲。得難い経験にはなりそうだな。そうなると到着は夕方近くになるのか。白天出门，晚黄昏才到。お店でパンとか買った方がいいのかしら。要吗？你这么喜欢吃面包哦？それには及びませんわ。有了有了，那个雪伦帮我们买好了。出门呢、欸，真的是去郊游哎，还有野餐盒，我的天哪！
シャロンさん、どうもおはようございます。おはよう。そろそろ俺たちも出発するつもりです。はい、お気をつけていってらっしゃいませ。それとよろしければこちらもお持ちください。有野餐盒耶、好夸张哦。これはサンドイッチとポットに入れたレモンティーでございます。还有柠檬茶。朝食を用意できませんでしたので、列車でお召し上がりいただければ。太爽了太爽了啦。ありがとうございます。すみません、助かります。気が利くな管理人。ありがたく頂戴する。心怀感激的方向。皆様のお世話が私の役目ですから。还要讲什么？亚里莎什么？すっかり管理人として馴染んじゃってるし。亚里莎不开心吗？あれだけ反対したのに、まんまと外堀を埋めたみたいね。我已经被渗透了。滅相もない。お嬢様、どうか道中、くれぐれもお気をつけください。このシャロン、一日先週の思いでお待ちしておりますわ。好夸張哦。はいはい、気をつけるわ。で、シャロン、あなたまた何か企んだりしてないわよね。ん？何のことでございますか？一定有装死。違うならいいんだけど。まあいいわ。それじゃあ行ってくるわね。我们要出发了。はい。行ってらっしゃいませ。行ってらっしゃい。失礼します。列車、よろしくお願いします。走了走了走了。ああ、エーハンも言ったわね。サラ、サラ讲话了。他们两个要正面突击啊。おはようございます。正面突击。起きていらっしゃったのなら、お見送りされればよろしいですのに。对呀、啊、为什么躲在后面？ま、特別実習は当日の朝から始まってるからね。指導、評価する側としては。いろいろと気を使ってるってわけよ。我们赢定了 ，A 组这么轻松，轻松获胜。なるほど、道理でございますね。それより一つ質問、あなたの方はいつ戻ってくるわけ？什么时候回去？应该不会吧？我觉得他搞不好三年都待着了。サラ様は鋭くて困ってしまいます。不然你们两个人就要在这一个。そうでございますね。お嬢様方の実習が終わる頃までにはとだけ。なるほどね。哎，已卸下别组的同学的 R 结晶回路配件，卸下来了。先装备好不好？二话不说，赶快来装备。不是这个，熊熊抱抱，哇哦，太棒了！就这样，二话不说先装备这个，其他都不重要啦，这个比较重要，好不好？存档啊！我们今天的时光就到这边结束喽，谢谢大家的收看，下一集我们再去特别实习啊，去女外地实习，盖乌斯的故乡，下一次再会咯，我们下一次直播再见，拜拜咯。